私、永瀬愛子が東馬100年企業づくりを提唱する東馬明夫に質問を投げかけました。東馬明夫の明るく、楽しく、元気で前向きな取り組みのその素顔を探りたいと思います。今回は東馬さんの注目する企業や経営者っていらっしゃいますか？はい、そうですね、はい、船橋屋っていう会社の、はい、渡辺社長、船橋屋が今すごい革新をして素晴らしい会社になってるんですね、はい、でそれをちょっと私は注目してるんです、うん、でどういうことかというと、船橋屋さんはですね、くず餅というですね、はい、あの売り出してから1日もぐらいでもダメになってしまう商品を発酵食品でこうやってるわけなんですけど、はい、それをですね、それはもうビジネスとしてしっかりやりながら、それと同時に、はい、この発酵食品のいろんな機能を化粧品だとか長寿のための薬だとか、はい、そういうものを活用しながら各会社といろんな企業とコラボレーションしながら今開発をやっているんですね、はい、それから、東京というところで、中心にやってますけども、震災があったら大変なことになるので、分散として沖縄に新しい会社を作って、そこで発酵食品を兼ねたようなお菓子をですね、やっぱりこう作ってらっしゃるんですね、はい、会社でどんどんいろんな SNS を発信してですね、いろんなその情報を、昔の伝統の食品なんだけど、いろんな意味でこう発信をして、でうちはいいよいいよって言って、そういう人たちが新卒の応募で2万人が来るんです。で取るのは10人も取らない、そういう意味では非常にこう新卒を入れてですね、はい、その新卒をまた育てて、その人たちが今非常に育って、いろんなこう革新的なアイデアを作っているんですね、はい、やっぱりこういうやっぱり体制を作っているという意味では非常に素晴らしい、私は社長だと思うんですね。あと社員さんにも信じて任せる経営をこうしている、やっぱり理念がちゃんとしているので、それをきちっとしながらやっているというのは素晴らしい経営者だなっていうふうに私は思います。余裕があって柔らかくてすごく楽しい人なんですよ。だから彼の周りには人が集まるんですよね。新しいいろんなこう管理手法なんかもね、取り入れたりしていろんなことを試して、多分失敗も多くあると思うんです。学校終わってちょっと修行して戻った時は、もうとにかく会社の中はですね、老舗の甘たれた人たちがいっぱいいて、やっぱりそういう人たちがそのね、だんだんやっぱりそういなくなって、彼の心にこう共感する、彼のその理念に共感するような人が残ってきたって言ってますよね。やっぱり2代目が、3代目韓国の場合4代目ぐらいになるのかな、彼のお父さんが実は養子さんで、やっぱり能力があるので養子で取って、でその子供なのでやっぱり素晴らしい能力があって、企業を残すのか家族に残すのかって両方あると思うんですけど、はい、企業を残すにはやっぱり家族というよりはね、能力のある人に譲っていかないと会社って残りませんから、やっぱり残していくためには優秀な人を養子に入れるっていう戦略も私はあるんだろうと思うんですね、それが、やっぱりこれからの一つの形かもしれません。いろんなところでもやっぱり養子で生き延びたっていうところは結構あるようですね、お嬢様の婿養子というのもあるだろうし、子供がいないので養子を取るっていう、これ世界中であんまりそういうのがなくて、日本はそれが結構あるということも聞いています、はい。